いただきます。内閣の重要政策に関する件、公務員の制度および給与並びに行政機構に関する件、A 点および公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定および向上に関する件、および警察に関する件について調査を進めます。この際お諮りいたします。各件調査のため、本日政府参考人として内閣官房内閣審議官梶尾正弘君、内閣官房内閣審議官渡辺昌司君、内閣官房内閣審議官戸時健治君、内閣官房内閣参事官川上恭一郎君、内閣府大臣官房審議官五味雄一君、内閣府科学技術イノベーション推進事務局審議官合田哲夫君、消防庁審議官斉藤秀夫君、文部科学省大臣官房審議官坂本修一君、厚生労働省大臣官房生活衛生職員安全審議官浅沼和成君、厚生労働省大臣官房審議官宮崎敦文君、厚生労働省大臣官房審議官山本文君、中小企業庁事業環境部長飯田健太君、および国土交通省水管理国土保全局次長高橋健二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次の申し出がありますので順次これを許します。富岡勉君。